どっちかっていうか、もうそこの私の大見出しも書いてますけど、心は技術を超えるんですよ。かっこくない？いや、超えるんですよ、本当に。いくら技術が上手くても、心には勝てない。リピーターが、例えば逃げちゃうわけとか考えたことあります？リピーターが来なくなる理由、いろいろ出ましたけど、私が言いたいのはもっと細かいところです。もっと細かいこと気にしてますかって話です。今のは大きな話、みんな。もっと大事なことがあります。リピーターが来なくなる理由、先ほど私が最初の方で言ったことです。私、ちなみに坂本さんと逆では寒いのが苦手なんですよ。部屋が寒かったら、そもそも不快な、不快というか、何されてても受けてても嫌なわけですよ。その温度調節ってめちゃめちゃ大事で、特にアロマやってる人だと特にそうじゃん。寒かったらそもそも無理でしょ。特にあのベッドと床とまた違うんだけど、床の方がなおさら寒いから、ね、その温度を気をつけましょう。逆パターンもあるよ。暑すぎ、あ、夏とかで、真夏だったら寒すぎても嫌だし、その辺の温度調節すごい大切なんで、そこ気をつけましょう。で、さっき言った鼻息もそうだけど、その細かいとこが結構大事で、あと、みんなどう？爪とか例えばどう？ちょっと伸びてたりしない？意外と、あるあるおろかしも昔よく言われてたんで、今はしょっちゅう切りますけど、首やるときに爪痛いですって言われることが何回かあって、あ、そういえばそうだって。私サラリーマンやってること、別に1週間とか10日ぐらいに1回しか来てなかったんで、その癖がついてるというか。でもそういうことを注意されて初めて、あ、切らなくちゃなと思って今は気にして来てます。そういうことを受けてない、受け手としてお客さんと行って、お客さんとして行って、爪に痛いなこいつって思ってもない。あ、めちゃくちゃあるでしょ。行かないでしょ、もうそこ。だよね。だよね。でも、あの、細かく言うと、今日やるような猫背の人にはどういうアプローチとか、反り腰の人にはこういうとこが固まってるからそうなってるんだよっていうことを分かれば、反り腰の人にはここを狙っていきましょうっていうのが分かるので。で、反り腰と猫背の割り当てどうかな。自分が反り腰だと思ってる人、1、2、3、4、10対4ぐらいか。だいたいそのぐらいかな、現実もね、お客さん。あ、そうか、4か。あ、そうか、2とかね。でも、失礼。2枚入ったよ。うわ、そんな気がしてなかったのに。あ、全然2枚入ってた。でもこれちょっと反り腰なんだよ、そう考えたら。あ、そうなんだ。あー、ストレート。手のひら、これバタフライって呼んでますけど、私の中でバタフライ、上からで3点点圧っていうのが、今度指でいきます。座高痛の下から指で母子圧重ねて、この真ん中、座骨と膝の真ん中にこれツボがあります。陰門というツボがあります。ここね、鋭く入るとめっちゃ効くので、あと座骨神経痛とか取るときに使うようなツボです。ここ陰門全体いきます。で、意外と多いのが、みんな狙ってるのが、ここのラインからこの辺で終わっちゃってる人多いんですよ。上行結腸ってこう入って、で、この横隔膜の下あたりに横行結腸が来て、で、下行結腸で、またこの斜めになって出る。これを意識してこうやると、一応あの便秘気味の人とかは流れやすくなりますよ。東洋医学でいう自分の気を
お客さんに渡して悪いものをこちらで自分でもらって自分で出すみたいな、こう循環させるみたいなイメージがあるので、片手じゃなくてどっか触ってって逆の字体乗せてこの緩む状態を作りますけど、膝痛い人膝の皿を手でてこう回すっていうのもすごいいいですからね。するともっと強く当たります指に、うん、ここの湾曲のカーブを見てください。実際触って、うん、こうでもみゆきちゃんも言われちゃうぐらいなのかなぐらい、あのその人のストレートのレベルがあるので若干ほんのちょっとなり気味ぐらいな感じですね。感覚的には本当の湾曲できてる人っていうのはもうちょっとこういきますぐーっと、うん、でもそれが今日の議題で硬くてストレートになってんじゃないっていうのが私が言いたくて、うん、あもう、ね、全然ないのでこれはストレートと言っていいですね。首痛くなりますよねって話なんですけど、これが取れるかどうかちょっと言ってみますね。はい、この状態で膝を軽く当てた状態で大胸筋をストレッチ、これ最後締めで大事です。はい、ストレートネック勉強会始まっております。ストレートネック、ストレートネックでございます。おっと、強さに言うとスキンのストレッチ入ってます。あ、それは裏側ですね。裏側伸ばしてる感じですね。爪でやんないようにね。爪じゃなくてね、掴めるもんだ。掴む、強さ掴めるじゃん。自分でも自分の強さ乳突筋掴んでごらん。掴めるよ。そう、現場ではね、今みたいに大胸筋小胸筋のほぐしは絶対必要だよね。お、手刀切りやってます。手刀切りもいいですよね。これは椎名塾のやつですか。はい、はい、椎名塾今後の内容になってます。5月29姿勢改善ストレートネック、今日は東京会場ですけど同じ内容で横浜でやります。はい、その後腰痛ステージ2、超肩こりステージ2、あとヒロさんと8月1日コラボセミナーで、今日参加者の方もほとんど参加というので残り残席4名ぐらいになっちゃっております。で、2024年もスケジュール出ております。24年ちょっと気が早いんですけど、こういう膝足首特化、腕ほぐし、ぎっくり腰、椎名式筋膜リリース、あとタイプ別施術構成、相対法、経絡経血、表裏一体の重力などを2024年はやっておきます。まだ2023もね、いろいろ内容でやっていきます。よろしくお願いします。